子供にイライラしたり、そんな自分を責めてしまうのも、人生脚本が原因なんですよ。その場しのぎのアンガーマネジメントだけやってても、根っこにある問題に蓋してしまう中で逆効果なんです。結局僕たち、私たちは、自分が育てられたようにしか子供を育てることができないんです。だから、自分が育てられたかったように、自分のことを育て直す。人生脚本を書き換えるんですよ。はい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカチです。 親も子も楽になる、緩める子育て、始めていきたいと思います。今日のテーマは、子育てのイライラと自分責めがなくなる、人生脚本の作り方、完全版です。はい、気合入ってますよ。はい、今日はね、この2年間、いや3年間ぐらいかな、YouTube や Instagram やラジオなどで発信してきた、そして、こちらの本に書いてきた,書いてきたことのそのすべてを、 ギュッギュッギュッってそのエッセンスをね全部言わない全部言わねえ。そのエッセンスをギュッと凝縮してだいたい1時間ぐらいで皆さんにお伝えさせていただきたいと思います早速ですけどこんなことありませんかいつもイライラして子供に怒ってばかり自分ばっかり大変だと夫にも子供にも家族にも不安がある他の子と比べてうちの子は大丈夫なのかなーって不安になる 自分が親にされて嫌やったことを同じこと子供にしてしまう。ダメやと思ってても。ね、そして頭ではダメだと思っていても何度も同じ問題を繰り返す。子育てがしんどい点点。なぜ子育てがうまくいかないのか、親子関係が悪くなって、子供のことを可愛いと思えなくなるのか。その原因は 人生脚本です2014年に和歌山市でライフスキューの学校を立ち上げてからこの10年間リアルとオンラインで5000人以上の親御さんの子育ての相談やお悩みにお答えしてきましたそしてそしてその原因の9割ぐらいもうほぼほぼ全てですもちろん DV とかね環境が悪いとかいろんなもお金の問題であったりいろんな問題はありますいろんな問題はあるんだけど大体9割ぐらいが人生脚本だったんですよ 根っこに幼少期の親子関係から来るものが多かったんですよ。基本的に僕たち私たちは人生脚本に従って子供と関わったり、人生脚本に従って毎日を生きているんですね。頭ではダメやと思っていてもガミガミ叱ってしまうとか、ね。本当はこうしたらいいのに、でも全然違うことを言ってしまう。余計な一言を言ってしまう。子供のことを見守って任せてあげたいんだけど、 見守ることができない。すぐに心配になる。などなど。頭ではこうした方がいいのに。でも、潜在意識にある人生脚本がそうさせてくれないんですね。根っこのとこに埋め込まれてるんですよ。人生脚本。それは、0から6歳までの親との関係によって身につけてきた考え方とか信念です。人とどういうふうにコミュニケーションを取るのかとか、ね、社会ではどのように振る舞ったらいいのかとか。 世の中における成功とは何か失敗とは何かとかねし、えー、幸せとは何なんだろうっていうそのような生き方であったり人との付き合い方そして成功哲学などなどそのようなものが人生脚本に書かれているんですねその人生脚本の中で自分を幸せにするルールもあるけれども自分を生きづらくさせるルールもあるんですね例えば 完璧にしなければいけないとか、助けを求めてはいけないとか、ちゃんとした親にならなければいけないとか、きちんとさせなければいけないとか、男の子らしく、女の子らしく育てないといけないとか、そういう、こうしなければいけないという思い込み、それが見えない鎖となって、子供も親も縛ってしまうことがあるんですよ。なので、なので、表面的な声かけとか、子供との関わり方、いわゆるコーチング術だけを身につけたとしても、この、 人生脚本。自分にとってこれが正しいと思ってる。そこが変わらなかったら、親の思い通りに子供を動かそうとするんですよ。子供を支配しようとするその道具に、コーチング術であったり、知識であったり、ノウハウを使ってしまうんですよ。なので、結局、子供は生きづらくなって、自立できなくなってしまうってことなんですね。今回の動画ではまさにそれやります。人生脚本の作り方、書き換え方でございます。 ねえー、この動画を最後まで見ていただいたら頭ではダメやと思ってるけどなんでやってしまうねんそのメカニズム原因がわかります原因メカニズムがわかるから具体的にどうしたらいいかがわかるんです子育てにおけるイライラとかこんな親でがごめんねっていう自分攻めがスーッとなくなって親も頑張りすぎずに子供をのみのみ育てるそんな関わり方が見つかります なので最後まで見てください、えー、1回では何かようわからへんってことがあるかもしれないんで2回3回見ていただけたら嬉しいですこのチャンネルでは親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子どもを自立させるこのチャンネルでは親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや 子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録お願いします。はい、ということでね、えー、早速やっていきましょうか。本日の動画では、まず1、人生脚本とは何か解説させていただいて、2、人生脚本がどのように子育てや人生に影響するのか、3、人生脚本はどのように作られていくのか、作られてきたのかということ、そして4、人生脚本を 書き換えるための5つのステップ。こちらを順に紹介していきたいと思います。はい、ということでね、えー、ここからはね、えー、ちょっと黒豆茶でも飲みながらやっていきましょうか。本気ですよ。はい。イントロが大事なんでね。<laughs> はい。それではいきましょうか。まずね、人生脚本とは何かということです。一言で言いましょうか。これです。0から6歳までの 親子関係によって身につけられた信念や考え方ですね。お母さんとかお父さん。お父さんに教わった考え方とか信念なんですね。ここですね。まあ、言うなれば、親に見捨てられないための生存戦略ですよね。作戦ですよね。作戦。だってね、子供の時って親に捨てられたら生きていけないんですよ。 って生きていけないと思ってたんですよ。そうじゃないですか。3歳の時に俺一人で生きていける。そんな3歳児いない。そんな3歳児いないよ。親に捨てられて、親に嫌われて、ね、自分の居場所がなかったら生きていけなかったんですよ。なので、親に愛されるために、親に嫌われないために、自分でね、必死で考えたんですよ。6歳の子が、3歳の子が、4歳の子が。それが人生脚本なんですね。作戦なんですね。えどんなことがあるのかというと、 例えば礼儀マナーですよね。礼儀マナー。靴を揃えなさいっていうことであったり、お箸はこうやって持ちなさいっていうことであったりね。そういうことであったり、家族との付き合い方。親孝行しなさいとか、年上の人を敬いなさいとか、ね、親に口答えしてはいけないとか、そういうことも含めてですね、親とのコミュニケーションの仕方、そして人間関係のつ作り方ですね。先生に挨拶しなさいとかね、えー、友達が気をつくようなことを言ってはいけませんとか、ねえー、自分のイライラをぶつけてはいけないとか、そういうことも含めた。 友達とか、えー、人間関係の作り方で、まあ、これ、コミュニケーションのパターンですよね。自分が悪いなと思った時は、ごめんなさいって謝るのか、そして謝らないのか、ね。なんか、嬉しいことしてもらったら、ありがとうっていうのか、言わないのかとかね。どういうふうなコミュニケーションをするのかっていう、そのパターンですよね。で、あとは哲学的なとこで言えば、価値観とかね、哲学的なとこで言えば、善悪の判断。何が正しくて何がダメなのか、嘘をついていいのか、嘘をついたらダメなのか。 ねえー、遅刻していいのか遅刻したらダメなのかとか何が良くて何が悪いのかという善悪の判断であったり幸せってなーにとか成功ってなーにっていうそういう価値観ですよね。成功とは幸せとはねいい会社に入っていい会社に入って、えー、マイホームを買うことなんだ。 ってなってたら、もうそのレールがあったらね、もうそういう風に、それが幸せだと思ってたら、そっちに向かって進んでいくわけじゃないですか。それ僕なんですけどね。いい会社に行って、いい学校に行ってね。あ逆やな。いい学校に入って、いい会社に行って、そこで出世をして、マイホームを買って、そして、えー、子供を二人ぐらい作って、幸せに生きていく。それが僕にとっての成功、成功やったんですよ、人生のね。そのレールから外れてしまったら、もう、なんていうかね、あのー、谷底というか、もう、 不幸の始まりだって思っていたので、このレール、このレールに乗っかって生きるんだって僕は生きていきましたということですね。こういう風に幸せって何なのかとか、ね、勝ち組って何なのか、負け組って何なのか、不幸って何なのか、そういう価値観であったり、考え方、信念、そしてルールですね。 こうやって生きるんだっていうルール。これが、えー、人生脚本なんですね。これが僕たちの頭の深い深いところにプログラムされているんですよ。プログラミングされているんですね。埋め込まれているんですね。こういうルール、あのーえー、人生脚本が。そしてこの人生脚本に従って、A かな、B かなって毎日僕たちは選んでいると。人間って1日ね、3万5千回、えー、選択してるみたいなんですよあの。意識してるか意識してないか置いといてね。 暑いな、ちょっとボタンの、あの、これ、一個外そうかとかね、そういうことであったり、あボタンはちゃんとつけなあかんな、つけるよ。はい、つけるよ。えー、であったり、喉乾いたなと思って飲むとかあったりね、えー、意識してることも意識してないことも入れると、3万5000回意思決定してるんですよ。で、その意思決定の基準が人生脚本なんですね。 だから人生脚本に従って意思決定をするから、この人生脚本が間違っていたら、間違っていたらどん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 間違った方向に行くよね。行きづらくなっていくよね。ここで言う間違いっていうのは、こういうことですよ。自分が、えー、不幸になる選択をする。自分を行きづらくさせる、えー、考え方やルールっていうのは全部間違ってますって言ってます。そもそも何が正しいか何が正しくないのかって自分にしかわからないんですよ、ね。例えば完璧にしなければいけないっていルールがありましたと。 これが、これをこ完璧にしなければいけないルールがあるから、自分は仕事でもね、えー、きっちり抜け漏れなく仕事ができるし、えー、日常生活でも、なんだろうな、えー、忘れ物がないようにできる。だから完璧にしなければいけないルールがあることで、私は幸せであり、助かってる。これやったら正解なんですよ。 でもある人にとったら完璧にしなければいけないっていうルールがあるから、えー、子供がね間違った方向に進むとそうじゃないよって先回りして助けてしまったり自分も仕事でねあれ,もあれもしなあかんこれもしなあかんと思っていろんなことを抱え込みすぎて、えー、うつ病になって疲れてしまったりねそういうふうに自分の人生にとってマイナスになるような自分を生きづらくさせるようなルールは 全部間違ってるっていうふうに僕は定義していますということですね。例えばどんなルールがあるのかというと、ここですね。ここは代表的なルールということで、僕は大体、えー、100人ぐらいにね、ま、インタビューして、えー、どんな間違ったルールを持ってますかって聞いたところあ、共通するのがこの10個でしたね。完璧にしないといけない。途中でやめてはいけない。つまり、一度やると決めたら最後までやらないといけないとか、そういうやつね。で、3つ目、助けを求めてはいけない、えー。相手が迷惑だから困らせてはいけないってことですね。4つ目、 思ってることを言ってはいけない。本音を言ったらあかん。五つ目、我慢しなければいけない。六つ目、自分を優先してはいけない。家族のために、子供のために、自分のためにお金使ったらあかんし、自分の時間なんか使ったらあかん。少しでも子供が有意義に、子供により良い教育を提供しなければいけない。自分のことは後回し。悲しい顔をしてはいけない。いつも明るく元気よく、ニコニコしないといけない。ニコニコ。 ね、ニコニコしないといけないってことね。人に迷惑をかけてはいけない。迷惑って何ですか迷惑って何ですかね。頻発したら人に迷惑になるって言われましたよ、僕。どういうことですか迷惑とは。ね。自分だけ楽しんではいけない。ね、子供を置いてランチを行ってはいけないとか、えー、子供を置いて旅行に行ってはいけない。一人旅をしてはいけないとか、そういうやつですね。 人の役に立たなければいけない、誰かの期待に応えて、何らかの価値を生み出さないと、私なんて価値がないんだという、そのような信念やルール。これが、えー、代表的な間違ったルールです。で、先ほどもお伝えした通り、何が正解で何が間違ってるとかっていうのは、自分のことを幸せにするルールは正解で、自分のことを不幸にするルールは間違っていて、えー、このルールに従うことで自分が自由になるんだったら正解で、不自由になるんだったら 不正解で、えー、生きやすくなるんだったら、正解で、生きづらくなって苦しくなって重くなるんだったら不正解で、えー、心が軽くなるんだったら正解で、心が重くなるんだったら不正解、つまり間違っているということですね。この基準の中でどうですかあなたはどんな間違ったルールを持っていますか これをじっくりやっていきましょう。これをじっくり後でやっていきましょう。はい。で、えー、これがまず一つ目ですね。人生脚本とは何かということです。人生脚本とは、0から6歳までの親子関係によって身につけた信念や考え方ということで、親に愛されるために、親に嫌われないために必死に作り上げた人生戦略なんですね。はい。例えばどんなことがあるかというと、完璧にするべきとか、途中でやめてはいけないとか、助けを求めてはいけないとか、ここら辺ですよね。 でここがまず一つ目。人生脚本とは何かというところです。それでは二つ目はね、二つ目のトピックは、人生脚本が子育てとか人生にどのように影響するのか。ここを解説していきたいと思います。はい。まずはね、どっち行こうかな。人生ね。人生の方行こうかな。はい。人生というところでは、こうなりますよね。 幼少期に自分の気持ちを大事にしてもらえなかったとかね。自分の価値を、えー、存在価値を認めてもらえなかった。無条件に肯定してもらえなかったね。テストでいい点取った時だけ褒められて。親の期待に応えた時だけ、えー、よしよしされたと。なので、そのままの自分を出してはいけなかった子供の子供の時。子供の時に子供として生きることができなかった。大人のように振る舞わなければいけなできなあかあかんかった。 それによって生きづらさを抱えた人っていうのは生きづらさを抱えた大人のことをね、えー、AC ・アダルト・チルドレンというふうに呼ばれてますねアダルト・チルドレン幼少期に、えー、気持ちを抑圧されて生きてきたで大人になったこと方のことをアダルト・チルドレンで僕もそうなんですでも日本人口の8割ぐらいがねそうであ,あるって言われてますね そうであると。何らかの多かれ少なかれ、ね、アダルトチルドレンの気質はあるんじゃないかこれまあ典型的な A 型人間とも言われてるんですけど、几帳面であって完璧にしないといけないとか、自分のことを置いといて誰かのためにとかね。この日本社会って同調圧力であったり、集団生活の中で和を乱してはいけないっていう圧力って強いですよね。個性よりも、個性よりも協調性と。 いうことでね自分が思ってることは言ってはいけないとか、自分の気持ちを我慢してでもね、ね周りのことを、えー、気持ちよくさせるであったりね、そういう環境の中で育ってきたから、僕たち、私たちは、特に昭和,生まれ昭和生まれの僕はそうですよ。昭和55年生まれ、現在43歳です。で、その時っていうのはまさにね、高度成長期ということで、ちょっと高度成長期終わりにかかってますけれども、とにかく、えー、個性を発揮することよりも、ボスの言うことをしっかり聞く。 で、よりたくさん作って、より早く仕事をするってことが求められたんですね。大量に生産して大量消費ね。とにかく冷蔵庫作ったら売れたんですよ。昔は。ね。<laughs> ねえー、っと、過去の成功例、昔の成功例通りにやったら成功したんですよ。でも、今の時代っていうのは豊かになって、便利になって、みんな冷蔵庫持ってる、みんな車持ってる、みんなエアコン持ってる。だから普通にエアコン作っても売れないんですよ。昔成功してた車を作ってもね、同じやり方をやっても売れないんですね。なので、 より自あのなんだろう過去に従った仕事とか周りの言われた通りにやるっていう仕事じゃなくて自分で問題を見つけてどうやったらいいのかって試行錯誤しながら個性を発揮して誰にもできない価値を生み出すことが大事なんですねこれからの時代はね。た、は、た、い、ただ僕たち私たち私はは昭和は あの、仲間にしてすいません。僕は昭和生まれなんで。その時は、どっちかって言ったら個性というよりも、えー、協調性が求められたということで、えー、結構アダルトキチュドレンの方が多いと言われています。で、そのようにね、親によって、えー、植え付けられた、間違ったルール、先ほども言いましたね。それによって、ま、どのような、どのように日常生活に影響するのかっていうのはこれです。ようやくここに来ましたね。はい。長かったね、前掘り。はい。言いたいことが言えない。ね。 で、頼み事を断れないんですよ。仕事でもね。誰かに言われたら苦手なことでも引き受けてしまう。で、嫌われるのが怖い。えみんなに好かれなければいけないと、ね。褒められても素直に喜べない。内心相手何を持ってるかわからん。えどうせあのお世辞で言ってるんちゃうかとか思ってしまうとかね。四つ目、将来に希望が持てない。この先不安、お金のことも年金のことも老後、どうやって行ったらいいのかって、いくら稼いでいったらいいかわからない。 不安なんですでやりたいことが分からない。今まで誰かの期待に応えるってことでやってきたから、自分が何がやりたいのか、どう思うのかって聞かれても分からないんですよ。5つ目、心を許せる友人が少ない。自分自身が本音を出していないから、自分が自己開示をしていないから、相手も心を開いてくれるんですね。で、親の言う通りに生きてきた。こうやって生きてたら正しいよっていう道があって、それ通りに生きてきた。だから、自分でどうやって生きていくとって、このレールを外れて生きていくってことができないんですね。 自分に価値があると思えない、ね。人の期待に応えた時は褒められてで、そのままの自分を表現したら、わがまま言うなって怒られた。なので、そのままの自分でいいとは思えない、ね。ありのままの自分でいいと思えない。そして、毎日が楽しくない。いつもなんか疲れている。不満を持っているということ。どうでしょうか 当てはままる項目ありししたでしょうかちなみに25歳から30歳のおか二25歳までのおかいや30歳か、30までのおかっちはこれ全部当てはまってたよ。特に一番強かったのはこれ。えー、っと、どれあ、これ、あの、どれだっけえー、どれだあ、これやな。ありのままの自分でいいと思えない。そう。何らかの価値を生み出さないとここにいてはいけないと。今僕は営業成績がいいから、 ちやほやされてるしみんなに認められてる。だけど営業成績が悪くなったらみんなから、えー、ボロクソに言われるし必要ないって言われる、ね。僕そのものには価値がないんだって思ってた。だから自分がやりたいことよりも周りから求められることをやってきた。だから25歳の時本気で迷ったんですよ。 自分はこれからどうやって生きていこうかって。25歳の時ね、このレールの先に僕の人生はない先のレール、このね、レール、このレールあるよね、レール。レールの先の僕の人生はな、希望はなかったんですよ。ここの僕の中のスター、ね、輝きはなかったんですよ、この先。ね、25歳で気づきました。この先にないなって、ないなって気づいたけど、じゃあ、どこに行ったらいいのか分かんなかったんですね。そういうふうなこと考えたことなかった。これまで、与えられる問題をこなしていく。ね、こなしてね、えー、こなして正解だったらそれでオッケーって言われた。 与えられる問題をより早くこなすってことだけをやってきた。そうやって25歳まで生きてきた僕は、自分で問題を見つけて、自分の中に、心の中にある正解をこうかなっていうことで試行錯誤して、立憲して、それで自分の、自分が納得する生き方を作っていくって、そういうことをやってこなかったからできなかった。だから5年間迷ったんですよ。苦しかったんですね。 まあこれは僕の話ですけども、まあ、こういうふうにね、えっと、親によって気持ちを抑圧されたり、生、え、き、ー、づらさを抱えてしまった大人っていうのは、こういうような、えー、と問題を抱えやすいと言われておりますで。実際に子育てにどのように影響するのかっていうのはこちらですね。アダルトチューレンが抱える子育ての壁ということで、まあ、完璧でないと許せないということでね、テストも100点、ねえー、スポーツも、えー、一番、ね、レギュラーになってエース。 でえー、もちろん。 G もね、何たら賞を取らないといけないみたいな感じで、子供に完璧を求めてしまうし、自分自身にも完璧を求めてしまう。子育て、味、全てにおいて、えー、毎3食全部手料理しなければいけないとか、子供が絵本読んでてたら絵本読ませないといけないとか、勉強を教えててたら勉強を教えないといけないとか、何事も完璧にしないと許せないということであったり、えー、常に自分が責められているという感じ、ねえー、このままではいけないんじゃないかとか、自分のやり方がまずいんじゃないか、子供が学校で怒られた、今までの私のそうだ。 っっててて方が悪かかたんじゃないかって自分を責めてしまうんです、ね、で先生にね、えー、なんか怒られたら自分が責められてるように感じてしまうってこと自己嫌悪罪悪感自己否定に陥り,陥りやすいですねそして比較してしまう他のママ友も素敵で優しく見えて、ね、ハワイに連れて行って、ね、休みの日はキャッチボールしてあげてる私は全然できてないって落ち込んでしまったり、ねえー、他の子供と比べてあの子ちゃんと息継ぎできてう,きうちの子だけ息継ぎ下手くそやなって、ね、アルファベットも書けないし 他の子と比べてうちの子は大丈夫かなって不安になってしまう。で、1人で抱えてしまうね。助けを求めてはいけないってね。自分が頑張ってる時だけ認められてると、だから休めないんですよ。頑張ってる時だけ自分という価値を感じられるんですね。で、頑張れなくなったら、自分はこのように必要じゃないんじゃないかって思ってしまうから、休めないんです。休めないから心と体を壊してしまうんですよ。そしてそれを爆発してしまってあの、子供にそのイライラをぶつけてしまったり、旦那,に旦那とね、その感情的にぶつけて喧嘩になってしまったりするんですね。 で、他人の言うことに振り回される、そうなんです。自分にとってこうだって自分のね、軸がないから、こうやって子育てするんだ、こうやって生きるんだって、この自分の軸がないから、ないから、これがないんですよ。これがないから、周りから言われる、こうやった方がいいよとか、ああやった方がいいよっていうことに、こっちかな、こっちかなってね、振り回されてしまうんですね。えこれ軸がないから、これ軸がないんですよ。どこを目指していったらいいか分からゴールも軸もないから、こうやった方がいいよって言われた方に、えー、行っちゃうんですねあ。行っちゃうんですよ。 はい、なので、やっぱここの軸を作って、自分がね、こういう風に生きたいって軸を作ってね、自分でレールを作って進んでいけば、周りの人が何と言おうが、もちろん参考にはする、意見としては聞くけれども、聞くけれども、自分のやり方で、自分が納得するペースで、えー、納得する関わり方と生き方で、えー、自分らしい人生を作っていけるんですね。お気に入りのライフスタイルを作っていけるんですよ。この自分の軸を作る。で、AC が抱えるお一番大きな問題っていうのはまさにここなんですよ。軸がないってこと。自分の軸がないんですよ。 ね、自分の軸ではなくて他人の期待に応えて生きてきたから自分自軸ではなく外側にアンテナが向いてるんですね。外側にアンテナが向いてる、ね、心の中にアンテナが立っていない。だから自分が何がやりたいのかが分からない。自分が何で悲しいのかどうして生きていきたいのかが分からないですね、はい。ここが AC が抱えるアダウトチュードレーンそして幼少期に親に間違ったルールを植え付けられた大人が抱える子育ての問題そして人生の問題はこれですよねこれですね。 がありましたはい。ということで、ここまで3つ目いけたかな ?3 つ目けたね。えー、これまでね、人生脚本とは何か、そして人生脚本がどのように子育てと人生に影響するのかという話をしてきました。ね、あもう1点ありましたね。で、親がこういうようなね育て方をする、完璧でないと許せないとか、責められていると感じるとか、比較してしまう、一人で抱えてしまう、そして他人の言うことに振り回されると、親がね、こういう育て方をやってしまうと、結局、自分の子にもね、 自分の子にも、そのルールが、ルール、ルールとか、考え方とか、コミュニケーション、コミュニケーションのパターンとかが、ね、結局、連鎖するんですよ。ね、これ、世代間連鎖と言われてます。ね、世代間連鎖。で、もっと言えばね、これ、あの、自分の親、自分の親がいたわけじゃないですか。自分の親が、自分にね、こうやってルールとか、価値観を教えてきたわけでしょ。それが、こう、連鎖したのと同じで、 えー、子供にも連鎖し、そしてそしてその子供の子供にもそのルール、間違ったルールが連鎖するということなんですね。これが世代間連鎖です。ね、世代間連鎖。生きづらさがどん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 連鎖していくんですね。つまり自分が育てられたように子供を育てる。 そしてその子供も自分が育てられたように育、育てるということで、それが自分の中で正解なんだもん。これが正しいと思ってるんだもん。だって他の家庭がどういう風になってるかって分かんないじゃん、子供、あの子供はね。他の家庭でね、親が何を教えてるのか分かんないんすよ。他の家庭が見えないんすよ。密室空間の中で育てられて、親のルール、親の価値観が、ル、あの法律なんですね。親の価値観が法律。その法律を守らなかったら、 罰捨てられるわけじゃないですか。罰っていうのは、一番の罰っていうのは親に嫌われる。親に捨てられる。だからこの法律を守らないといけないってことで20年、そして30年生きてきた。正しいんですよ。自分にとって当たり前なんですよ。人を殺してはいけないとか、ね。えー、人を殴ってはいけないのと同じで。自分にとって当たり前なんです。だからこそ、だからこそ、それを正しいから。自分にとっての正義を子供に押し付ける。そして世代,世代関連差が終わらないってことなんですね。終わらないってことなんです。 ではね、次の章でね、も、え、う、ー、も,もっと詳しく、どのように、この、間違ったルールが連鎖していくのかっていうことをね、詳しく解説していきたいと思います。で、それを解説するときにね、えー、解説するときに、自分軸と他人軸っていうことを比較しながらね、解説するとすごくわかりやすいので、えー、自分軸で生きる人と、他人軸で生きる人っていうことをね、比較しながら、えー、解説していきたいと思います。はい。 で自分軸で生きる人っていうのは、いわゆる自立してる人ですよね。他人軸で生きる人は、依存してる人ですね。はい。ちょっと、黒豆茶飲ませてください。はい。で、自分軸で生きてる人っていうのは、えっ、ー、とー、自分の心の声に従って生きてるんですよ。心の声に従って生きていて、他人軸は、 周りの声他人の声声他人に従ってて生きてるんですねで自分軸で生きている人は本当の自分で生きていて他人軸で生きている人は周りから与えられる丸々キャラ優等生キャラとか真面目キャラとかね天然キャラとか、まあ、周りから与えられるキャラで生きているということなんですねでこれをもう少し分かりやすく言えば自分軸で生きている人っていうのは自分の人生の車のハンドルを 自分が握ってるんですよね。自分がハンドルを持っているんですよね。なので、自分がこの山に登りたいってね、決まったら、その山に向けて、自分でハンドルを切って、アクセルを踏んで、えー、そして時にはブレーキを踏んで、自分のペースでそっちに向かって、自分の登りたい山を見つけて進んでいけるんですね。これが自分軸で生きている人で、他人軸で生きている人っていうのは、人生の車のハンドルを自分ではない 誰かよくわからない何かが握ってるんですよ。これが自分の親であったり、えー、常識であったり、世間のなんか空気であったり、パートナーかもしれんし子育てか、あのー、子供かもしれんし、自分の親かもしれない。自分ではない誰かがハンドルを握っていて、自分っていうのは後部座席に座ってる感じなんですよ。だから、自,自分がね、自分がね、こっちの山登りたいって言うでしょ。こっち登りたいって言ったとしても、いやいやいや。 そっち登ったら危険やから、こっちだよってね。こっちだよってね。この例えば自分の親が言うたら、親が言うたらね、そっちに行っちゃうんですよ。だってハンドルを握ってるのは自分じゃないもん。で、自分のペースで進めないんですよ。で、自分のペースで休めないんですよ。休んだらいけないって。ね。これが他人軸で生きてる人の特徴になります。で、こういうことが続いてたらどうなりますこういうこと続いてたら、ねなあ、あっち行きたい、あれ欲しい、これ欲しいって言っても、叶わないんですよ。そうするとね、この子はね、 自分が思ってるることを言わなくなくんですよ。自分がどんな気持ちなのか、どんな感情なのかを言葉にしなくなるんですね。諦めるんですよ。だって言っても無駄だもん。そうでしょだから自分が何がやりたいのか、何が楽しいのか、どう生きていきたいのか、あなたはこれからどういうふうに自分の命を使っていきたいのかって聞かれても、なかなかこうだって言えないんですね。はい。これが自分軸と他人軸ですね。でもっと言えば、自分軸で生きている人は、やりたいで生きていて、他人軸で生きている人は、で生きている。 やるべきで生生きききててるるるんでですねやべ自分軸で生きてる人っていうのはこれをやるんだっていうことが明確だからこれをやるっていうことが明確だからエネルギーが一点に注がれる100%そこに注がれるんですねだから成果が出やすいし集中ものすごい集中力を持っていてそして成長もするんですねだって同じ同じ時間を例えば24時間をこの24時間をね 卒のことをやればね、やっぱその成果って出てくるわけじゃないですか。1時間やるときと比べてね。で、他人塾で生きてる人っていうのは、自分がこれをやりたいっていうのがわからない。ね。周りがこれやった方がいいよ、あれがやった方がいいよっていう、その期待に応えているから、自分の力であったり、エネルギーが分散するんですよ。 ね、えー、じゅう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 じゅみたいな感じで分散するから集中できずに、えー、なんだろう、成果も出ないし成長しにくいんですよ。いろんなことはなんとなくできるだけど、器用貧乏ということで、ね、自分がこれができるという突出した武器であったり、個性であったり、才能が分からないんですよ。だから自分に自信が持てないんですね。はい。これが自分軸と他人軸の人の違いです。で、自分軸で生きている人は、自分で自分を。 幸せにできるんですね。だって自分が何を求めてるかが分かってるから、求めてるかが分かってるから幸せにできるんですね。で、他人軸できている人は、他人に幸せを、他人に幸せにしてもらう人。ね、自分では幸せにできないんですよ。他人から認められる。他人から褒められることで幸せになるって人ね。はい。で、もう少し自分軸と他人軸を詳しく紹介していきますね。で、自分軸っていうのは、もっともっと、あのー、シンプルに言えば、シンプルというか、 えー、深掘りすればね。感じる、考える、行動する。これがね、一本の軸になってるんですよね。感じる、考える、行動する。感じるっていうのは、やってみたいとか。 面白そうってやつじゃないですかなんかね石をひっくり返したらダンゴムシ出てくるかなとか、ねえー、っと影踏んだら相手止まるんちゃうかとかランドセルを逆から,背負,逆から、ね、背負ったら楽なんちゃうとか坂道を、えー、後ろ向きで言ったら楽かもみたいな分からないけどなんかこんなことやったら面白そうかなとかこんなことやってみたいとかこんなこと知りたいって思うことそれをまずは自分が感じるってことですね。内側にアンテナが立ってるんですよ。 内側にアンテナが立ってるね心の中にアンテナが立ってるから自分が何がやりたくて何がやりたくないのかとかね何が必要で何が必要じゃないか何が重要で何が重要じゃないか何が自分の幸せに直結していて何が自分の幸せを遠ざけるかっていうのが分かるんですね感じるからはいそしてその感じたことを考えるんですよ どうやったらできるだろうどうやったらシュート上手くなるだろうとかねえ。どうやったら、えー、このアリンコの、アリンコの行列ができるんだろうとかね。<laughs> 調べて考えるんですね。自分の頭で考えて、本を見て、調べて、ね、時には誰かに聞いて、で、情報を集めて、で、作戦を練るんですね。で、そのさ、練った作戦を、 報道する、立候する、やってみる、実験して、試行錯誤、トライアンドエラーですよ。やってみるんですね。で、それやってみたら、何らかの結果が得られるわけじゃないですか。あ、ちょっと右手を、右手をこうね、広げて、シュート、シュートしたら、なんか、ボール変なとこ行ったわ、とか、何かしら行動したら、結果が出てくるんですよで。その結果を感じるんですね。あ、感じ,たじゃあ、次はこうやってみようって、また考えて、報道する。 で、結果が出る。感じる、考える、行動する。これをね、このサイクルをね、ぐるん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 って回していくと、回していくと、成長して、そして自分が行きたい山に登れる。ね。自分がこういう人生を歩みたいとか、こんな人生になったらいいなっていうことを、一歩一歩ね、近づいていけるんですよ。なりたい自分に、ありたい生活、ありたい世界であったり、自分のビジョンですよね。こうやって生きていきたいっていう、そういうね、自分らしい人生。 に近づいていけるんですね。そして成長できるんですね。できなかったことができるようになって、できることがもっとできるようになる。自己実現ができるということですよね。一方、他人軸で生きている人っていうのは、まさに、感じる、考える、行動する力が、うん、ごっつちっちゃい。ごっつちっちゃくて、それぞれがね、つながっていないんですよね。つながっていない。で、なぜこうなるかというと、その周りから言われる、 ああしなければいけない、こうしなければいけないっていう間違ったルールですよね。間違ったルール、その間違ってるかどうかっていうのはもちろん自分で決めるんだけど、ね、遅刻してはいけませんとか、えー、人に迷惑をかけてはいけませんとかね、完璧にしなさいとか、テスト100点取りなさいとかね、周りの人の指示とか、ね、命令とか、アドバイス、助言ですよね。助言とか、叱責。そのようなメッセージが外側から 子供に投げかけること、投げられることによって、自分で考える機会がなくなるんですね。で、こうした方がいいよって、親が先回りして失敗しないように整えてくれるから、自分で行動しなくなるんですね。これすごく大事なんですよ。考える機会がなくなり、行動する機会がなくなったら、その力が育たないんですよ。これ、ユーズイットはルーズって言,って言うんですねユ。ユーズイットはルーズイットね。ユーズっていうのは使えば能力は身につくけど、使わなかったら失うってことね。ユーズ使う。ルーズ失うんですよ。 使わなければなくなるんですよ。おかち英語力。ねえ。10年勉強してアメリカで2年半いました。ね。その時はアメリカ人相手にカウンセリングしたりコーチングしたりプレゼンテーションやっててバリバリ働いてました。でも今どうでしょう ?10 年間使ってません英語。全く話せませんよ。自慢じゃないけど、全く話せんよ。筋肉もそうじゃないですか。ね。学生時代筋肉トレーニングやって、ものすごくこう上、ね。バーベルとかね、重いのをゴッツ持ち上げてたよ。でもあれから20年、全然やってない。 あ、すみません。ちょっと今ね、取れちゃった。取れちゃったね。そして、やってなかったらどうなるかというと、腕立て伏せ20回もできないんですよ。20回も、いや、20回できる。すみません。20回はできます。あ、あ、あ、大丈夫かな。20回はできるけど、40回はちょっと無理なんですよ。ね。そうなんですよ。人間の能力とか、機能とか、えー、体の、体のね、力、そういうこと全すべて、人間の能力は、使わなかったらなくなるんですよ。単純に。 だから子供の考える力を高めてあげたいとか、子供の伝える力を高めてあげたいとか、思ってるんやったら、その機会を作ることが大事なんですね。その環境をデザインすることが大事なんですよ。ユーズイットはルーズイットなんですよ。ただ、ただね、そういうふうにね、えー、アダルトチードレ、アダルトチードレの方は、幼少期に自分の先生とか親からね、こうしなさい、親とか先生、ね、親とか先生とか、ね、先輩とか友達とかからね、 こうしなさい、ああしなさいってこう言われてきたもんだから、言われてきたもんだから、自分で考える機会がなくなって行動する機会がなくなった。だから、考える力がちっちゃくなって行動する力がちっちゃくなったんですよ。自分の考えたことを基づいて行動するんじゃなくて、周りからこうした方がいいよってアイデアをもとに行動したいとかね。そもそも行動しなかったりするんですね。こっちやった方がいいよ。中学受験した方がいいよ。安定した仕事した方がいいよ。看護師になったらみたいな感じで。ね。本当はパン屋さんになりたかったのに。 でも、親がそういうもんだから、自分で考えることなく、親の親を出発点に行動するま。ま、まさに先ほどのね、車の図ありましたよね。出発点が親であったりすると、自分がこうしたいんじゃなくて、親が全部決めてるんですよ。ね。そうすることで、考える力と行動する力が育っていない。し、この連携が解いていないんですよ。考えたことを行動するという連携が解いてない。で、さらに問題なのはここです。 自分が何を感じてるかわからない。一番あの後部座席に座っている時にも話しましたけど、ね、そんなことで泣いてはいけません。男の子でしょって、ねおに。お姉ちゃんなんだからわがまま言ってはいけません。下の子面倒見なさい。ねえー、お金ないんだからうち貧乏なんだからってね、いろんなメッセージを浴びせかけられて泣いてはいけないんだ。思ってることを言ってはいけない、ね。感じたまま表現してはいけない。いつもニコニコ笑ってないといけないなどなど、自分の感じた気持ちに蓋をしてしまう。 蓋をしてしまって、自分が何を感じてるかわからない。自分が何を感じてるかわからないから、自分の感じるってことを出発点じゃなくて、周りの期待に応えるってことが中心になっていく。そしてそれが5年、10年、20年、30年やっていけば、ますます自分が何を、何を持って喜びとするのかとか、どうやって自分にとって幸せは何なのかっていうのがわからないですね。わからない。 分からないから、周りに幸せにしてもらわないといけなくなる。つまり、自分で自分のご機嫌を取れなくなる。自分で自分を幸せにすることができなくなるんですね。自分軸できている人を出発点は、感じるです。自分がこうしたい、ああしたいってことを感じて、それをもとに考えて行動することで、自分の軸ができてきて、そして自分が行きたいところに行けるということね。でも、他人軸できている人は、自分が何を感じているか分からない。考えること、自分は考えることもないし、自分は考える機会がなかったから、自分に自信が持てないんですね。 自分が、自分の意見に自信が持てない。だから、自分の外側に正解を求めようとするんですよ。はい。ということで、まあ、このような形で、ね、周りから指示されたり、命令したり、助言されたり、叱責されること。そうすることによって、そうやって、それに従って考えて、それに従って行動することによって、間違ったルールがね、この間違ったルールが、子供の中に、 すり込まれていったと。間違ったルールだけじゃなくて、善悪の判断、人とのコミュニケーションの仕方などなど、そういうことです。これがまさに人生脚本ですよね。このようにして人生脚本はできてきたということですね。だって僕たち、私たちは親に嫌われたり、親に捨てられたり生きていけなかったから、親に愛されるために、嫌われないために、ご機嫌になってもらうために、必死で考えたんですよ、子供の時にね。子供の時に考えた。ただね、 子供の時にはそれは必要だったかもしれん。そのルールに従わなかったら、もしかしたら親に嫌われたり、えー、下手すりゃ叩かれたかもしれん。子供の時はね。でも僕たち、私たちはもう大人ですよ。これ子供。これ子供だ。子供の話ね。子供。僕たちはもう大人なんですよ。大人。子供の時にはそのルールが必要やった。だけど、大人になった今でもそのルールに従わなくてもいいんですね。この脚本に。 子どもの時にはそれがないと生きていけなかったけど、今、親に嫌われても、親に捨てられても、生きていけるよね。仕事できるよね。暮らしていけるよね。どうですかできますよね。できますよね。そうなんです。なので、子どもの時には必要だった。だから、これまで頑張ってきた自分を責めることはないですよ。だって、そのルールがあったから生きてこれたんだから。今、生きてるわけじゃないですか、この動画を見てるってことは。このルールをに従ってたから生きてこれたんですよ。 これまでね。そこには感謝。頑張ってきた自分をねぎらって感謝してあげる。その上で、その上で、じゃあ、これからはどんなシナリオで生きていくのか、どんな脚本で生きていくのかっていうのを、今から作り直したいいんですよ。ね。これまでと同じようにしなくてもいい。僕たち、私たちは大人なんだから。これからはどの山に登りたいかですよ。ね。いろんな山があるんですよ。いろんな山がある。今までは、この真ん中のね、この山。 この山が成功だと言われてきて、このレールに乗って生きてきたけれども、いえいえ、それはこれまでの話で、じゃあこれからはこの山に登るってね、この山に登る A という山か B という山か、自分で決めてもいいんですよ。もちろんこれまで通りの C という山でもいいです。どの山に登るのかを決めて、その山に登るための道を自分で作る。これが人生脚本なんですね。はい、ということで、これからは人生脚本をどうやって作っていくのか。 書き換えていくのか。これまでの人生脚本とは違って、これをまず理解した上で、新しい人生脚本に書き換える5つのステップを解説していきたいと思います。こんな感じで良いでしょうか。はい。5つのステップね。じゃあ行きましょうか。5つのステップね。あれ、なんかちっちゃかったな。はい。えー、っとね、車で 例えるとすごく分かりやすいので、まず車の話をしますね。えっと車、車がブー、ブー、ブーですね、ブー、ブー。はい。車があってね、その車、車ね、ハンドルがあるよね。ハンドルを握ってるのは誰ですか？あなたですよ、あなたですよ。で、この車がね、目的地、目的地、自分が目的地山ね、どの山に登るのかって決まった、決まってね。この山にと、この山を登って、えー、一番上に 山頂が見えないやん。山頂見えない山頂ね。はい。トップ。山頂に、えーと、行き着くには、5つのステップが必要なんですと。自分が登りたい山を見つけて、その山を進んで、山のトップに行くためには、ゴール。こうゴールですね。人生のゴールですね。自分がこうしたいっていうゴールね。ここに行くためには5つのステップが大事なんです。と。まず、ステップ1。ステップ1ね。えー、車に乗る。大事だよね。車に乗ってないと、 どんだけいい車でも進まない。ね、あもうまず最初に言いましょうか。えー、と2はガソリンを入れる。ね、で3。3はまさに、えー、目的地を設定する。ね、設定で4が、はい、ブレーキを緩める。そして5が。 アクセルを踏むこれだけなんですよこのステップ。ね。車。自分の車。何でもいいじゃないですか。おかっちご。おかっちごね。おかっちご。運転手は僕です。主人公は僕なんですよ。そしてあなたの車の主人公はあなたなんですあなたの人生はね。そしてそしてその車が、えー、自分が行きたい山のゴール、山頂に行くためには、5つのステップが大事。車に乗る。そりゃそうだよね。そりゃそうじゃない どんだけ優秀な車でも機能がいい車でもねどんだけ英語ができて、えー、プログラミングができて、ね、身長が高くてね、えー、優秀であったとしても頭が良かったとしても、えー、車に乗ってなかったらその車は進まないんですよこの車に乗るっていうことが、えー、と人生でいうと決断なんですよ決めるってことなんですよ決めるってことこれまでの生き方とは違ってこれまでの生き方に感謝した上でこれからは自分がどの山に登るかを決めて その山にハンドルを握るのは自分です。脚本家はあなたで、主人公もあなたです。どんなシナリオ、どんなシナリオを描くのかもあなたが決めれるんです。そういう人生を生きると決めるということなんですよ。決める決断っていうのは、立つことを決めるんですよな。やめることを決めるんですよ。何をやめるか、何をやらないかを決めるってこともこれ同時なんですね。これすごく大事なんですね。すごく大事。え、周りには嫌われたくないけど、言いたいことを言いたい。これ難しいんですよ。 何かを失う、何かを得るためには何かを失うことが大事なんですね。えじゃあ今から、じゃああの、山に登るためにプログラミングを勉強したいと思うんだったら、プログラミングに咲く時間を作らないといけない。その時間、今までもしかしたら子供の絵本を読む時間やったかもしれない。じゃあその絵本を読む時間を削ってでも何としても時間を作らないといけない。何をやめるかを決めないといけないですね。しっかりやめるってことを決断する。決めるっていうことがこれすごく大事です。決めるっていうのは0か100かなんですよ。 0は100なんですよ。50決めるとかないんですよ。自分がこれからは自分らしく生きる。自分が心から納得できる生き方と子育てを見つけて、そして主人公は自分であって、自分の人生を責任を持って自分のために生きるって決めることなんですね。決めること。決断することです。これが一つ目。二つ目。ガソリンを入れる。そう。自分が車に乗ったとしても、ガソリンがなかったら前に進まないんですよ。これ人間で言うところの、 ね、えー、っと体力そして心と体力の心と時間ですここですね体力エネルギーですね疲れていない状態健康な状態を作るストレスがなくてね健康な状態それ心、ね、焦っていない不安がないね恐れがないそういう心の状態そして時間 ね、忙しくて何もやれる余裕がないとか、この、こういう体力がなくて、心のゆとりがなくて、時間も余白がなかったら、やっぱりガソリンがない状態だから、進まないんですね。進まないどんだけや,や,るぞやるぞって決めていても、時間がなかったら勉強できへんやん。そうだね。体力に余裕がなかったらできへんやん、使ていてね。で、それ、睡眠時間削ってでもやるってなると、ますます体力なくなるでしょ。だから、大事なことはガソリンを入れる。これ、言い換えれば、生理的欲求を満たすってことなんですよ。 生理的欲求っていうのは人間のもう一番一番の土台中の土台の欲求ですよね。生理的欲求を満たして、安心と安全の欲求を満たして、そして承認欲求を満たして自己実現の欲求、最後の山があるということで、まずはこの生理的欲求を満たすんですよ。そのために大事なことはもう三つです。もうシンプルに三つ。睡眠と食事と運動。食事、睡眠、運動です。よく寝て、よく食べて、よく動く。これです。 よく寝て、よく食べて、よく動く。これなんですよ。睡眠時間っていうのは自分の適正な時間は何時間ですかおかちは、えー、8時間かなどうやろう ?9 時半に寝て、4時半に起きるから、6時間でいいんかな ?6 時間、六時、7時、まあ7から8やな。 アバウトやけど。はい。自分にとって適正な時間を寝るか、寝てるかどうか。で、起きた時にスッキリしてるかどうかなんですよ。これすごく大事ですね。日中眠いとかだるいじゃなくて、起きた時にスッキリして、日中も自分の最高のパフォーマンスが発揮できるかどうか。この睡眠がすごく大事なんですよ。この睡眠を整えるだけで、イライラすることもぐっとなくなります。ぐっとなくなります。え、ね、睡眠をしっかりとる。で、食事。どうですか自分のために、あのー、ちゃんと時間をとって食事をしてますか 忙しいからパンを加えて家事をしてるとか、ね、もうカロリーメイトだけではいい,とい,いわとか、そんななってません食事ですよ。僕たちの体っていうのは何を食べるかその、自分が食べたもので体が出来上がっているから、そういうことですよね。なので、しっかりと栄養バランスと整った食事をとれているかどうか、どうですかそして、運動、ね。もちろん家事,家事やってる時は動いてる、体使ってるよ、掃除やってる時もね、仕事に行くっていうのも通勤途中動いてるかもしれん。ここでいう運動っていうのは自分のための運動なんですよ。自分のための運動。 おかちで言ったら山登りしてます。山登りをして、えー、運動をしておりますよ。はい。そういうような運動をしているかどうか。まい、あ、大体、まあし、まあ、目安ですけど、1日15から30分ですね。1日15から30分の運動を取れているかどうか。で、朝のウォーキングってのをおすすめって言ってるよね。朝のウォーキングは日光を浴びることで、えー、セロトニンが分泌される。セロトニンっていうのは人間の意欲とか、えー、やる気に直結するから。 直結するからその日一日やる気を持って家事とか子育てとか仕事に取り組めるということでそのセロトニンは夜になったら、えー、メラトニンに変わるからぐっすり眠れるようになるんですよ朝運動する朝の,朝の散歩をする運動ができなかったとしても朝日を浴びるっていうのはすごく大事です15分以上おすすめですはいこれがまず2つ目ガソリンを入れるね車に乗ってガソリンを入れるでその後何をしますかナビでしょナビに目的地を設定するよね,ねこうゴールゴールとそして現在地 現在地。ね。現在地と目的地を設定したら、ナビが道を作ってくれるよね。これがすごく大事やねんな。この大事。この目的地っていうことは人生で言うとビジョンですよね。ビジョン。ビジョン。このビジョンの解像度を上げることがすごく大事なんですよ。解像度が高い状態っていうのは、いわゆるあの自分のピ、自分のね、視力に合うメガネをつけてる状態。 はっきり見えるやん。はっきり見える。でも、解像度が低い状態っていうのは、まさにこの、なんだろ、メガネを外している状態です。ぼやーっと見えるんですよ。ぼんやりしてるから、どこに進んだらいいか分からないですね。はい。なので、解像度を上げて、ビジョンを設定するってこと。まあ、具体的に言うと、大阪に行くっていうこと、大阪に行くっていうふうに設定するのと、USJ に行くっていう設定するのとでは、ね、ナビに入れても全然違うじゃないですか。 大阪に行くって言っても、ちゃんと道を教えてくれないと思いますよ、ナビは。ね。でも、USJ に行くとすると、いろんなルートを教えてくれるわけでしょ。高速道路を使う道であったり、山の山を、山のね、山の方から行く道であったり、海側で行く道であったりね。それを自分で選べるわけじゃないですか。なので、目的地は、より具体的に、鮮明に、えー、それがイメージできるぐらい、USJ ってイメージできるやん、行ったことある人は。 ね。いたことない人イメージできんよ。USJ に行くって、こういう頭の中でしっかりとイメージする。こ一言にして、ここに行くんだ。そこではどういう世界なのか。えー、言語化して、物語化して、して映像化するってことです。具体的に言ったらこんな感じです。はい。これですね。おかちで言ったら、自ら輝く人になるんだと。ね。それこは誰もがありのままの自分を肯定し、最高の自分を表現できるんでおかちこれね、話し出したら5分くらい語れるんですよ。今日はやりますけど。ね。これを一言化して、一言化して、 どことかして、そして物語化。何度も語って物語化して、そしてそれを語れば映像化されるんですね。映像化するってことは解像度が高い。え映画だから。 はい、でこれは自分のビジョンそのビジョンをな達成するために何が大事なのか心に火をつけるライフスキル教育で自ら輝く人を育てることが大事なんだそのためには価値を生み出すこと自分を表現することでいろやりたいことを実現することいろんな問題を解決することが大事でそのために毎日アウトプットしたりアイデアを7日以内にチラシにしたりとか、えー、3ヶ月サイクルで動くとかこういう習慣があるということ、ね、これがすごく大事ね、えー、自分はどこに行きたいのかビジョンです。 で、えー、そのためにはどういう価値観に従っていくのか。この価値観が心のコンパスですよね。コンパスね。そうなんですよ。コンパスと地図が必要なんですよ。これが地図。これ全部が地図。地図ね。地図とコンパスがないまま、みんな想像して。地図がコンパスがないままね、ジャングルに入った。ジャングル、いろんな木がジャングルに入ったね。ジャングルに入ってね。じゃあ自分どっち行ったらいいかってわかんないじゃないですか。ジャングルの中ですよ。 地図とコンパスないんですよ。道はいっぱいありますこ。こっちかなって、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 いっぱい道があるんだけど、その道進んだら何があるのかっていう結末がイメージできないんですね。もしかしたらこっちに行ったら熊さん出てくるんじゃないか、こっち行ったら谷底に落ちるんじゃないか、川に流されるんじゃないかとかね、えー、なんか、えー、インディアンに襲われるんじゃないかとか、ね、なんかが起こるんじゃないかと思ってたら、決められないんですね。もやがかかってるから先が見えへんから。ねじゃあどうしたらいいんですかってことですよ。 どうしたらいいんですか簡単です。地図を手に入れるんですよ、地図。地図を手に入れて、その地図には、現在地とゴール。現在地とゴールが記されていて、そして、コンパスもあるんですよ、コンパス。で、その状態で進んでいったら、あそのそれを見たら、あコンパスがこっちって言ってるから、ゴールはここだなと。ゴールはここだなっていうことが分かった。じゃあ、こっちの方向に向かって進んでいけるわけじゃないですか。そうでしょ ね、ゴールが、コンパスと地図があれば、こっちかなって進んでいけるし、時に立ち止まって、えー、木の上に登ってね、木の上に登って、えー、どうかなって眺めてみるんですよ。あ、こっちやなと思ったら、じゃあもう一回木の下に降りて進んでいける。この木の上に登るっていうのが、えー、っと、うちでやれる G3 メソッドって言うんですけども、えー、マンションの1階から10階、20階、30階、40階、50階、俯瞰した鳥の目で自分の人生を眺めてみるんですよ。 ね、ビジョンを達成した、ビジョンを実現した自分になりきって今の現状を見,て見つめてみると、道が見えてくるんですね。これはまたあの、生き方プロジェクトとか、ライフスキルコーチ認定講座でやってることなんですけども、こういうことでね、迷ったときにも、地図とコンパスがあり、そして、鳥、えー、の目、俯瞰したね、俯瞰して物事を見るっていう、そういうスキルがあればね、迷わずに自信を持って前に進めるんですよ。ね、これが、あのー、さっき言ったあれですよね。どこやったっけあのー、 どっか行ったはい。どこかに行ったね。これはどこかに行ったね。これかなこれか。これや。これや。あれこれちょっと待ってください。どこかな消しちゃったんかな人生脚本とは間違ったルール。ちょっと待ってくださいね。ルール。あ、これや。あった。すいません。これが目的地を設定するということです。なんとなくお分かりいただけましたこれ目的地を設定すると先ほどのような 地図ができるんで,で、いろんな地図があるからね。いろんな地図がある。これはオカッチの地図ね。オカッチがこういう,うに行きたいっていう地図であったり、子育てであればこ、あ、これはまた違う方、受講生の地図ですね。自分が人生のランナーとなり、自分を好きな世界で生きる。そのためにはこれが大事なんだということを、ちゃんとこれを、あのね、10分、15分ぐらい語れるようにするイメージもちゃんとつけてるでしょ。 自分で道を選んで、で時には上り坂登ってもいいし、下り坂行ってもいいし、で休みたい時に休むしで、自分で自分の道を選ぶ、そういう生き方をしたいんだというような、えー、ビジョンですで。そのためにどうしたらいいのかということが明確に書かれています。でここは日々することですね。自分のノートを作る。一日の終わりにその日に感じたことや,やこれからやりたいことや、何でもいいから一言でいいから自分の思い出も書くと。明確ですよね。やることが明確だったらやるんですよ。 解像度が高いっていうのは、こういう状態です。で、解像度が低いっていうのは、まさにこういう状態なんですよ。何書いてるかわかるこれ。何もわからんやろ何もわからんから、何をしたらいいかわからんない。でもこれだったら、わかるよね。わかるよね。はい。これは、えー、子育てですね。自ら輝く子を育てる。そのためには、自分と繋がる力、人と繋がる力、夢を実現する力、問題を解決する力が大事で、言いたいことがあっても、まず聞くとかね。セブンルール、七つの行動指示こういうことがあればね、子育てがあっても、あ、まず聞こっかって。 まず聞こうかってなるわけでしょ。あ、困った。子供は困った。助けてあげたい。いやいやいや。子供の夢を実現する力、考える力を高めるために困らせようってなるわけでしょ。まず見守ろうってなるわけでしょ。こういうふうに明確だったら迷わずに子育てができるんですね。はい。ということです。こういうものを、えー、うちのね、ライブスキルコーチ認定講座と、生き方プロジェクトでは作っております。で、これをね、一言で語り、そして物語として語れるようにする。で、何度も何度も語ることで、それが、 イメージ化されていくということですね。またどっか行った。これですね。はい、これが、えー、と自,分自分の人生脚本を作る5つのステップの3つ目、目的地を設定する。そして4つ目、これが一番難しい。ブレーキを緩める。ブレーキっていうのは先ほどお伝えした通り、間違ったルールですね。こうしないと,こうしない,といけない。こうしないといけないという見えない鎖。ここを緩めること。こここを緩めることが えー、ものすごく難しいんだけど、ものすごく大事なことですよね。大事なことね。はい。こうしなければいけない。先ほどお伝えしました。こうしなければいけないっていうのは、完璧にしなければいけないとか、途中でやめてはいけないとか、助けを求めてはいけないとか、本音を言ってはいけないとか、我慢しなければいけないとか、こういうやつです。これがあれば、これがあっても、なんだろう。ずっとサイドブレーキをがかかってる状態で、進んでアクセル踏んでる状態なんで、やっぱり疲れるんですね。で、子供には、途中でやめてもいいよと。 ね、しんどかったら休んでいいよとやめてもいいよって言葉では言うんですよ。しんどかったらやめてもいいよと、ね、アクセルを踏むってこういうですねこういうい言葉を言う。でも内心途中でやめたらあかんやめ癖がつくんじゃないかって心の中で思ってたら言ってることとやってることが違かったら子供も安心できないし自分の中でもこれが正しいという道ではないことを言ってるから不安になってくるんですね。そういういことなんですよ だから、しんどかったら休んでもいいよって言葉でかけるだけじゃなくて、本当に、いや、しんどかったら休むことは大事だなんて思っていないと、その言葉かけられないんですね。なので、間違ったルールを緩めるっていうのは、こういうことなんですよ。 間違ったルールを緩めるっていうことは、まさに自分の中にある、こうしないといけないっていうことを緩める。ここはね、語り出すとね、60分じゃ収まらない。収まらないので、簡単に言うよ。簡単に言うよ。まあ、簡単に言うと、これはあの、講座線に作っていただいたやつなんですけど、間違ったルールを正しいルールに変えるってことね。今現在、どういうルールに従っているのかって書くんですね。こうやって書いて、ね。例えば、ペキパキ動かなくてはいけないとか、ルールがあったり、えー、働かなければいけないとか、ね、ちょっとこのちっちゃくしてるから見にくいかもしれんけど、えー、っと、何事もつ、 私は続かないと思っていたりね。こういう間違ったルールに対して、それを、それに対して自分はこういうふうに考えてっていう新しいルールを設定するんですよ。例えば、テキパキ働かなくてはいけないではなくて、自分が混乱し,混乱しないペースでやっていいという考え方にするとか、イレギュラーな生活があってもいいというところから、 えー、あすみません。規則正しい生活をしなくてはいけないっていうところから、イレギュラーな生活があってもいいってことにしたりとか、外で元気に子供を遊ばなければいけないっていう考えから、いや、好きなことをして遊んでもいいよねっていう考えでする。まずは、こういう、ここを設定するっていうのが、これは、あのー、簡単に、簡単というか、すぐにできる方法ですね。もっと言えば、もっと言うよ。まずは、ステップで言うと、認知です。間違った、どんな間違ったルールがあるのかを知る。そして、認知した上で、共感する。そのルールがあった理由。 そのルールがあった理由っていうのを、えー、ちゃんと自分に共感して、そして、感謝する。そのルール。ルールがあ,あったから、今私がこうやって生きているんだよねっていうふうに感謝して、そして、新しいルールを設計する。作るってことね。そして、五つ目。えー、報道するってことね。行動する。こういうステップなんですよ。ね。まず認知っていうのは、どんなルールがあるのかってね。例えば、おかちだったら、 えー、おかっちの話なので、ここでやったら、あんまあ、いいや。おかっちの話をか。おかっちやったら、なんだろうな人の。人の役に立たなければいけないっていうルールがあった。人の役に立たなければ。人の役に立たなければっていうルールがあったから、やりたいことがあっても我慢していた。だから人との役に立たなければっていう,いう自分を責めていたね。人のことばっかり考えてる自分はダメなんだって。でもね、考えてみてください。人の役に,役に立,立つっていうことをやってきたから、会社でも評価されたし、えー、周りの人ともうまくやれた。 で、その、そのおかげで、いろんなチャンスももらえたし、チャンスももらえたし、こうやって給料も上がったし、えー、なんだろうな、人の役に立つっていう発信をやってるから、インスタグラムでもね、えー、結構フォロワーさんも増えたと。その、そういう能力があって、頑張ってきたからこそ、今の自分があるんだよね、ということを、まず共感する。認めるってことです。否定するんじゃない共感するんです。で、その自分、頑張ってきた自分にちゃんと感謝をするんです。こう、こう、こうでありがとうって感謝をする。 で感謝をした上で、えー、これまではそうだったけど、これからはこういうルールがいいんじゃない人の役に立たなければではなくて、仕事の場面では人の役に立,立つっていう行動を生かした方がいいけど、プライベートの場面ではもうやりたいことをやったらいいんじゃないと、ね、仕事の時間は人の役に立つことをやって、仕事以外の時間はお金のことを考えず、あ自分がやりたいことをやったらいいんじゃないっていうふうに新しいルールを設計して、それに向けて行動するということですね、はい。こういう自分への手紙を書くんですよ。自分への手紙。 自分への手書くこういうことをワークでやっていくと、これ1回やったら緩むとかそういう問題じゃないですよ。だって10年、20年、30年そのルールが正しいって信じて生きてきたものだから。箸の持ち方を直すようなもんですよ。ね、時間かかるでしょ ?1 回 YouTube 見てできるもんじゃないんですよ。それを何度も何度もやって。そして、そういう。 新しいルールの中でそのままの自分、そのままの自分を受け入れてもらえる、そういう安心な環境の中でいるとね、少しずつそういうことができるようになってきます。で、そういう安心のコミュニティ、安心できるコミュニティというね、おかちインスタグラムのオンラインサロンとかね、作ってますので、月額600円で参加できるから、ぜひそちらもチェックしてほしいんですけども、まあ、とにかく、えー、こういう感じで、まず、どういう間違ったルールがあるのかを知る。で、書き出すんですよ。書き出す。で、この時の見つけ方は、自分がイライラした時。 イライラした時には必ず間違ったルールが存在してます。あ、ルールが存在します。それが合ってるか間違ってるか置いといてて。つまりイライラっていうのは自分のルールあるわけでしょこうしなければいけないってルールと子供の、子供の行動がギャップがあるんですよ。ここにギャップがあるんですね。このギャップのことをイライラっていうんですよ。 ね、勉強しなければいけない。勉強してない。片付けしなければいけない。片付けしてない。仲良くしなければいけない。仲良くしてない。このギャップがイライラなんですね。つまり、イライラした時には、自分がどんなルールを持ってるかって知るチャンスなんですよ。イライラした時であったり、自分がダメだと思ってるけどやってしまう時。その時にルールがぴょっこい出てきます。ぴょっこい出てくるの、それを書きます。うわーって書くでしょ書、はいて、で、そのルールを否定するんじゃない。そのルールを持っていた、そのルールを実行していた気持ちに共感するんですよ。 完璧にしなければいけない。なその完璧にすることで、どんなメリットがあったのか、何から守ろうとしてきたのか、それに共感して、それに感謝するんですよ。だって自分のこと守ろうとして,くれてたきれしてくれてたんだもん。自分のこと幸せにしてくれようとして,てくれてたんだもん。言えてないけど。なんとなくわかるでしょはい。なので、感謝をして、その上で、ちゃんと否定をしたか、感謝する。これすごく大事ですよ。今まで、今までね、完璧にしなければいけないっていう、完璧子ちゃんがね、いたわけでしょ完璧子ちゃん。 完璧子ちゃんがいて。で、これは意識している自分。これからはこういう風に生きていきたいって自分がいて、ね。こいつを否定してしまったら、戦うってやってしまったら、この完璧子ちゃんはブレーキを踏むんですね。ブレーキを踏む。戦ったらダメなんですよ。手をつないで仲間になるんですよ。仲間になって、僕たち私たちはこっちに進むんだよねって対話の中で、お互い共通のゴールを見つけて、そっちに向かって進んでいくんですね。そうすれば、 ブレーキを踏むことなく、この1という力と1という力、2という力が前に進むんですよ。でもブレーキ踏んだら、1という力でプラス、1という力はマイナス、0なんですよ。進まないんですよ。ね、進まない。なので、そういう意味で感謝するってこと。完璧な、自分はダメなんだとか、自分を否定したり、自分を責めたりするっていうのは、戦うってことです。だって自分を守るために、自分を幸せにするために、完璧にしてたわけでしょ。 その役に立って頑張ってたでしょ嫌われないようにそうやって人、自分がやりたいことではなくて、周りから求められてることをやってきた。それは、相手のことを考えて、そして自分を守るために、傷つかないためにやってきたわけじゃないですか。そんな自分を否定したらあらへん、あらへんですよ。そんな自分を責めることはあらへん、あらへんですよ。ね。おかっちのインスタのショ,ショート動画見てください。実はショート動画、全部これ自分への手紙の構成になっています。この5つのステップ。ね。あなたがこういうふうにやろうとして、今私はこういうことやってるよね。ってね。 えー、イライラして、えー、先回りしてヘルプしたりとかね、えー、子供のことを信じられていない。そんな自分に落ち込むことがあるよね、えー。でもそんな、そんな自分があるのは子供を守ってるんでしょ。子供が傷つかないように、子供がを悲しまないように、一生懸命やってるってことでしょ。そんな自分を責めることはあらへん。しっかり感謝した上で、えー、と、子供ができることは子供に任せして、子供が助けを求めてきたときにヘルプをするのはどうだろう。ね。そうすることで、えー、と子供は親に信じてもらえてってなるんじゃない っていう風にね、そういうおかっちのインスタグラムのリール見てください。全部この設計になってます。だからあの動画を見ていただいた方は、これは自分のことだって感じるんですね。はい。あの動画を見て、えー、今度はあなたが自分への手紙を書いてください。自分がどういうルールを持っているのか、今の現状どういう行動をしているのか、それはなんでそういう行動をしているのか、プラス面をちゃんと理解して感謝をする。そしてその上でどういうルールを設計するのかを考えて実行していくということ。 こういうことでできていきますということですね。はい。ということで、えー、ここがブレーキを緩める。で、最後はアクセルを踏むです。ね。だって、もうここまで行ったらアクセルを踏むしかないじゃないですか。車に乗りました。ガソリン満タンです。目的地を設定して道が見えました。ね。道が見えたね。こういうふうに生きるんだっていうふうに、道が見えた。道が見えた。こうやって道が見えたね。こうやって生きていくんだって道が見えた。じゃあ、あとは アクセルを踏んで進むだけですよね。これは行動する、実行する、実行する。もっと言えば習慣化するってことなんですね。習慣化する。こういうことです。でこれはね、えー、っと、佐藤島さんの本からね抜粋してるんですけども、はい。まず死なないことを知る。知識の壁がある。わかる。この動画でどうやったらいいかあなたはわかりました。ね。人生脚本をどうやって作るのかわかりましたで。やってみるんですよ。やってみる。 行動する。実践してみる。で、実践してもいきなりできるようにはならない。あ、こういうやり方ダメだったなって気づきがある。その気づきを含めて、えー、新たな作戦をやってみて、そして、そ、ちょっとずつわかるようになって、できるようになってきて、それをずっと続けていたら、いつの間にか習慣化していくってことです。これを、 やっていくってことなんですね。で、さっきのことで言えば、えー、セブンルールがありましたよね。例えば、かちってた毎日アウトプットするっていうことであったり、えー、それ以外のことであれば、自分の音を作るとか、運動をするっていうことであったりね。こういうセブンルール一つ一つを、先ほどの習慣化、ベルトコンベアに乗っけていくんですよ。そうすれば、えー、知らないが知るようになって、やってみてわかるようになって習慣化しているっていうことになって、一つ一つが当たり前のように無意識にできるようになるんですね。習慣ってそうじゃないですか。 考えなくても、意識しなくても、無意識にできること。これが習慣でしょ習慣でしょはい。ということで、自分がこういう風な人生を歩んでいきたいんだって決めたら、そのためにどういう風な力が必要なんだって、こう自分の中の山、地図を作って、そのために具体的にや,やるべきこと、セブンルールを設定してね、これを一つ一つ習慣化していくんですよ。習慣化していけばね、その一つ一つね、えー、ちょっとずつ自分の登りたい山に近づいていきますということです。さっきのここで言えば。ね。一歩一歩。 一歩一歩ね進んでいって自分が登りたい山に登ることができるということです。これが人生脚本の作り方です。どうでしょうかなんとなくご理解いただけましたでしょうかはい。ということでね、ここまでの話ちょっとまとめますよ。ちょっと <laughs> 飲んでね。はい。今日はね。 子育てのイライラとか、自分責めを緩める、自分責めを終わらせる人生脚本の作り方というテーマで、えー、解説してきましたと、ね。いつもイライラして怒ってばかりとか、自分ばっかり大変だと不満があるとかね、えー、うちの子は大丈夫か、不安になって心配になって、つい、えー、何度言ったらわかるのって叱ってしまったりね、先回りしてヘルプしてしまう、そのようなことが少なからずあるかもしれません。それは全部。 ほとんどが、もう全部じゃない。ほとんどが人生脚本のせいなんですと。えーえー、幼少期のね、親子関係の中で生まれたね、人生脚本ですよ。ね、信念とか考え方。こうしなければいけない。ああしなければいけない。完璧にしなければいけない。助けを求めていけ,ばいけない。人の役に立たなければいけない。こういうルールが頭に埋め込まれているから、それで子供に関わっていくということですね。そうすることで、子供、自分の価値観を押し付ける。だって自分にとってこれが正解なんだもん。 こうやったら幸せになるってルールだから、から子供を幸せにためにはこれをさせないといけないと思ってしまうんですね。思ってしまうんですね。そうすることで子供との関係が悪くなって、完璧でないと許せないとか、責められていると感じるとか、企画してしまって、一人で抱え込んでしまって、いろんな人の言うことに踏み回される。だって自分の軸がないから、どうしたらいいかわかんないんですよ。こうしないといけない、ああしないといけないってなってしまう。 ここれは子育ててだけじゃないい人生のあらゆるる場面においても言えること自分の言いたい仕事でも言いたいことが言えないとか人の顔が気になると,顔色気になるとか嫌われるのが怖いとか将来に希望が持てないとかこういうような生きづらさを抱えてしまうということです。なので子供との関係を変えたいとか、ね、え自分が幸せになりたいとか自分が心から納得できる生き方とか子育てを見つけたいそして穏やかな時間を過ごしたいと思ってるんやったら ねえー、人生脚本を作り直すことが大事なんですということですね。で、その上で人生脚本でどうやってでどうやったら作れるねんっていう話です。はいえー、人生脚本っていうのは これでしたね。自分軸。自分軸を作ることが大事なんだということで、えー、自分軸、他人軸っていうのはこういう風に作られて、あ、これはね、人生脚本がどうやって作られてきたかっていう話でしたね。人生脚本のメカニズムの話ね。周りから指示されたり、命令されたり、助言されたり、出席される。こんなことで泣いてはいけないよとか、宿題絶対忘れてはいけないよとか、えー、安定した道選びなさによってあ、あた、周りから言われることで自分で感じる機会、考える機会、行動する機会がなくなったから、自分の外側に アンテナが立ちで周りの声に従ってまるまるキャラで生きやりたいじゃなくてやるべきで生きてしまう。で周りの人に依存してしまって自分の人生の車のハンドルを自分でもない誰かに握らせてしまい自分は何をやりたいのかをもう言わなくなったから自分が何を求めてるかがわからなくなった状態だよねと。 これが、こうやって自分えー、人生脚本が作られてくるんだよと。間違ったルールが刷り込まれていくんだよって話をしました。で、これはね、子供の時にはこれで仕方がなかった。ね。親の言うことを聞かないと生きていけなかったからね。親の言うことを聞かないと。でも大人になった私たちは自分でルールを選べる。自分で生き方を選べるんですね。いろんな山がある。その山はどの山に登るか自分で決める。で、その山をど、いろどんな山に登るのかってね。いろんな山があるけれども、その中でね、自分はこの山に登るんだと。 いうところでね、この山,山に登るため、自分らしい人生を生きる、そして自分が納得できる子育てを作るためには、5つのステップがある、ここがメインでしたね。車に乗る、自分で決めるってことです。そうやって生きるんだと。自分の人生,の人生を自分で責任を持つ、自分の車のハンドルを自分が握って、どうやって生きていくのか、そのシナリオ、道筋は自分,で自分で決めるんだと。まずそれを決断するということ。そしてガソリンを入れる、生理的欲求を満たすということです。 体力、心、時間、睡眠、食事、運動、しっかりとりましょうということで、ガソリンが入った状態で目的地を設定する。どういうふうに生きるのね。自分の山を明確にして、地図とコンパスを手に入れようということです。ね、自分が人生のランナーとなり、自分を好きな世界で生きる。自ら輝く子を育てる。ね、こういうことです。そして、その上でね、その上で、 ブレーキを緩めるね。ここ難しいよね。ブレーキを緩めるね。えー、こうしないといけないっていう思い込みを緩める。お価値のインスタグラムのリール見てください。あれ見たらわかります。こうやったら緩める、緩まるんだとね。はい。そしてアクセルを踏む習慣がするってことね。行動して実践してやっていくことで、一歩一歩近づいていくということでございます。はい。どうでしょうか。こんな感じで解説しましたけど、まあね、えっ、ー、とー、 この動画ね、1回じゃわからないと思うから2回3回4回って何度も見てください。そしてね、えー、この動画を見ていただいて、えー、もっと深く人生脚本の作り方を学びたいっていう方はね、実は公式 LINE で、公式 LINE でね、人生脚本を作り直す親と子の生きづらさを紐解くための、えー、動画、有料講義の動画26本を配信してます。 それだけじゃなくて、講演会の動画であったり、え、緩める子育てのね、緩める子育ての幻の原稿とかもプレゼントしてます。こちらね、いつでも解除できるから、まず登録だけしといて。で、26本配信されるから、そちらをちょっとお楽しみください。こちら QR コードからね、えー、ご登録いただけます。そしてね、今日の内容っていうのは、こちらの、親も子も楽になる緩める子育て。こちらの方も中心に書いてます。で、えーぼ、あの、会の講演会っていうかね、この話も、 この動画の中でも話したけど、こうしなければいけないっていう思い込み、それを緩めることが大事だよね。それね、一人で難しいんですよ。今日解説したけど、自分への手紙を書くむずいでしょ。で、自分がどんなルールがあるのかわかんのむずいでしょ。で、ここにはね、どんなルールがあるのか。 52個あります。間違ったルール52個紹介します、ね。完璧にしなければいけないとか、勉強させなければいけないとか、親として完璧にならなければいけないとかね、他には、えー、謙遜しなくてはいけないとか、甘えには答えなければいけないとか、えー、そんなことで怒らないのって叱ってしまうとか、えー、遊んでばかりいないで勉強しなさいと言ってしまうとか、52個のルール書いてます。でそれをどうやって緩めるのかっていうこと。 緩め方も書いてますので、これが手軽に緩められる、自分の間違ったルールに気づいて緩めることができる方法です。1500円できるんで、ぜひこちら手に取っていただけたら、今回の動画で学んだことをより深く学べると思うので、ぜひこちらご購入ください。手に取っていただけたら嬉しいです。そして、えー、この動画を見て、さらに自分の日常で実践できるようになりたいという方、 ね、自分が心から納得できる生き方と子育てを作っていきたいという方には、こちらの60日、60日間の生き方プロジェクトがおすすめです。60日間のおかっちのマンツーマンセッションです。マンツーマンです。ね、おかっちが課題を与えて、そしてそれを答えていくということで。これは先ほどね、えー、ご紹介した、こういう、どこやったっけこういうものを作っていきます、ね。自分はどういう人生を歩んでいきたいのか。 自らが人生のランナーとなり、自分を好きな世界と生きる。こういうイメージ。一言化して、物語化して、映像化していく。子育てで言えばこうです。こういう子を育てたい。その子育ての指針であって、地図とコンパスを手に入れる。そしてそれを習慣化していく。どうやってそれを続けるのか。習慣化していくメソッドを全部習慣化できないよ、セブンフール。習慣化いくための方法っていうのをトレーニングで、えー、身につけてもらいます。 これを60日間でやります。プラス3ヶ月のアフターフォロー付きです。3ヶ月間のグループコンサル、アフターフォロー付きです。フォロー付き。これを1年に1回ね、えー、年末に募集してます。で、1月、毎年1月に今のとこやる予定なので、ピンと来た方は公式 LINE チェックしておいてください。そして、そしてね、えー、さらに、これを自分だけではなくてね、自分だけ、あ、これは、あの、あれね、さらにこれを自分だけではなくて、子供、 子供とか相手の、まあ、子供を自立させたいとか、子供の非,の非認知能力を高めてあげたいとか、子供の、えー、自分塾を作ってあげたいっていう方には、もう特にこちらおすすめです。これは仕事でもね、使えます。ね。仕事でも人生でも子育てでもあらゆる場面で使える180日間、6ヶ月間のライフスキル、コーチ認定コードです。こちらでやることは主に2つです。2つね。つ。はい。2つあるかな ?2 つのミッション。まず自分自身がライフスキルを高めて毎日を自分らしく生きる。先ほどお伝えしたあれですよね。 こういうものを作る。ね、自分を信じて、生き生き世界とつながる子供。これは子育てのビジョンだけどね。えー、自分の中で、ね、どんな人生を歩むのか。これお価値のね、ビジョンストーリーです。僕は自ら輝く人として、泣けるくらい本気で熱くなれる世界で、ライフスキル教育を磨いて、最高の自分を表現することで、毎日感動して生きていける。これが自分の生きがいですよね。 で、相手に対してどんな価値を提供するのか、それが下です。自由に生きることを願う人のために、こうしなければいけないよう緩める考え方とか、自分の得意を生かせる教育コンテ,ンテンツを提供して、自分が心から納得できる人生を生きられるようにする。そのために僕は生き方プロジェクトとか、ライフスキルコーチ認定コードとか、インスタグラムのオンラインサロンとかをやっております。はい。これがビジョンストーリー。こういうビジョンストーリーを作っていきます。 はい、でそれを作るだけじゃなくて180日かけて自分の日常に浸透させていきます。これがまず一つ。で、もう一つは子どものライフスキルを高める、非認知能力を高めるということです。主にはこれですね子どもとの関係性を良好にする、そして子どもの自主性、非認知能力、自ら考えて行動する力を高めるためのリトルフットアプローチ、コーチング術があるんですね。まずは子どもとの安心感を育てるという意味でのステップ1。ステップ1ねで 子供がどうしたいのか、ゴールを設定する、確認する。そしてその上で、えー、あらゆるいろんな考え方、ブレインストーミング、ロジカルツリー七7つの質問を通じて、問題を解決する道筋を作る。そして、その解決の道筋の中で、具体的などの行動がいいのかを子供に決めてもらって、こ,こ,この話の中で学んだことを学校や、 えっと、社会で生かすためにどうしたらいいのかっていうのを転用していく。これを180日間かけてできるようにする。これが、ライフスキルコーチ認定講座です。これも1年に1回の募集です。こちらも6ヶ月プラス3ヶ月のアフターフォロー付きでございます。はい。こちらは、自分自身が幸せになりたい、プラス、えー、子供であったり、えっ、ー、と、お客さんを幸せにしたいっていう方に、 おす,すめしてますで、この講座で学んだことのスライドすべてプレゼントするし、講座で学んだことを自分の講座で全部使っていただいて OK です。生き方プロジェクトもそうです。自分の講座とか自分のコンテンツとか、自分と同じように子育てで悩んでいる人、苦しんでいる人、そして生きづらい人を救いたいと思,思っている方にも、ここで学んだこと、資料や,資料や動画全部使っていただいて OK です。はい。これも、えー、生き方プロジェクトは年末に募集し、でこちらの、えー、3ヶ月 えー、180日間のライフスキルコーチ認定講座は、えっと、夏ごろに募集し秋ごろに開催するという感じで、えー、おかちはやっております。はいということでございますねこんな感じかなこんな感じかなはいということでね今日はねあのいろんなお話をしてきましたで、えー、普段このチャンネルではね親も子も楽になる「緩める子育て」をテーマに子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を全力で紹介していますよ。 で、普段はね、緩める子育てラジオってことで、顔出しなしで、長尺の動画もとも1時間とかであります。20本、二十本とか撮ってますんで、再生リスト見てください。そちらですとね、作業しながら、家事しながらでも見たり聞いたりできますので、えー、そちらでね、あの、自分塾を見つめ直すこともできると思いますので、そちらも繰り返し聞いていただけたら嬉しいです。そして、今日の配信聞いてなんか少しでもね、えー、参考になったということがあれば、えー、フォローしていただいたり、えー、チャンネル登録していただいたり、コメントとかしてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。大変励みになります。 はい。でね、えー、先ほど生き方プロジェクトとほ、えー、ライフスキルコーチ認定講座の話しました、ねえー。もっとライトにできるところで言えば、インスタグラムのオンラインサロンがあります。こちら月額600円で毎週、えー、今日のようなね講座をやってます。今日のような講座をやってます。で、入り方は簡単で、インスタグラムのお価値のトップページにサブスクリプション登録ってあるんよ。そこを登録してもらったらもうすぐ行けます。5秒で登録できます。で、そこでは週に1回のこういう講座。 インスタのライブ配信でやりつつ、そこで学んだことをどうやって実践するのかというの、えー、グループチャットで対話するってことをやってます。はい、で、それがね、過去のアーカイブ動画、現時点でも、2023年12月時点でも、16本のアーカイブ動画があります、講座のね。あのこのような講座のアーカイブ動画と、えー、YouTube の生き方を作る、本音のラジオっていう僕やってるんですけど、それも15本。30本のアーカイブ動画、今入会してたら全部見れます。 全部入れますんで、いつでも入会して、いつでも大会って抜けていただいて OK なんで、まずは気軽にそちらに入っていただくっていうのもおすすめでございます。はい、ということで、えー、たまにね、こんな感じで長尺のね、動画を撮っていきたいと思います。えー、終わりでしょうか。I <laughs> am a star.You are star. 自ら輝けば世界はキラキラと輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。<laughs> 頑張った。 頑張ったでしょう。頑張ったでしょう。届くといいな、ね。届くといいな。自分が心から納得できる生き方とか子育てを作るっていう人が一人でも増えたらいいなと思ってます。他人軸ではなく自分軸、自由に生きれるんですよ。僕たち私たちは。